動物の模様って何のためにあるの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。動物ってなんでいろんな模様があるんだろう。今日はいろんな動物さんにお話聞いてみたよ。俺様は虎。俺様の黄色と黒の模様、目立つだろう。こんなに目立つ色だと他の草食動物からすぐに見つけられちゃうだろうって？それがだな、目立つようでも茂みの中に隠れれば、ほらこの通り、茂みに溶け込んで目立たないんだ。それでそーっと獲物に近づいていくんだぜ。俺はジャガー、俺はヒョウ。俺たちのヒョウ柄美しいだろう。俺たちの色も実はジャングルだと見分けにくいんだ。木の上にいるとほら目立たない。暗い部分と明るい部分の模様がちょうど木の上の風景と溶け込んでいるんだ。僕たちバクは小さい子供の時は白い縞模様があるよ。僕たちイノシシもね、小さい頃はウリみたいな模様がある。でも僕たちイノシシもバク君も大人になるとこの模様が消えちゃうんだ。ほら僕イノシシも僕バクもこんな感じにね。まだ弱いうちは敵に狙われないように、目立たないようにしているんだ。どうもありがとう。いろんな模様それぞれに意味があったんだね。今日のまとめ。動物はこの模様のおかげで風景に溶け込んで敵や獲物に見つかりにくくなる。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。